それではヨーロッパ、アフリカについて学んでいこう。地形や気候、農業、工業など全網羅していくよ。まずはヨーロッパから。世界地理、超突破さ、ヨーロッパ。世界地理、 Let's learn ヨーロッパ。イギリスと大陸を結ぶ海底トンネルを何と言うでしょう。ユーロトンネル。寒いとこで、ヒヨルよ、氷河削られた、フィヨルド。ノルウェー、スウェーデン、わーみたいな、北部の半島、スカンディナビア。油田を掘ったとこ紹介、広大な北海。国際河川、まぁ良いかな、北海へゴー、ライン川。スペイン、ポルトガル、一滴な、飛び出た半島、イベリア。山脈越えてきて、ネイ反対が、フツ、ピレネイ。何やっても、自由界。農業盛んな地中海、山脈行こう、明日すぐ世界遺産のアルプス。ゴミ投げ捨てたらどなるから、国際河川2ドナウ川。流れ出るのどこかい、トルコも囲む横海。ヨーロッパ、アジア2つ分ける山脈、ウラル。世界地理、超突破さ、ヨーロッパ。ラップで覚える地理、小中学生向け作りました。世界地理、日本地理を全10曲プラスおまけ1曲で勉強。世界の州ごと、日本の地方ごとの地形、気候、農業、工業など重要事項が盛りだくさん。 YouTube のメンバーシップにて公開。歴史と合わせて地理もラップで勉強しよう。鉄鋼資源めちゃ出ちゃう、希少金属ホフレアメタル。商品一つで儲かるか、アフリカ経済モノカルチャー。人種隔離アバウトでしょ、南アフリカのアパルトヘイト。一雲は歩みが誇り、17独立アフリカの都市。プレイオフセース AU、 アフリカ連合 AU。 植民地時代の頃の言葉が公用語。世界地理、さあクリアさ、アフリカ。世界地理、 Let's learn アフリカ。アフリカの民間団体に技術指導を行っている組織を何というでしょう。 NGO。